皆さんこんにちは、こんばんは、マリカです。久しぶりの、あ、間違えたこっちか、こんばんは、あ、こんにちは、こんばんは久しぶりの投稿ですね。2日ぶりかな、確か。確認、 YouTube 確認したんですけど、2日ぶり。なんかね、最近本当にいろいろ時間が取れなくてですね、本当に忙しいんですよごめんなさい、感覚が空いちゃって。でまたね、投稿今ちょっとできる余裕がちょっとできてきたので、よいしょ、できてきたので、まあ感覚空くと思うんですけど、ちょっと気長に待っていただいてですね、投稿続けていきたいと思っているので、よろしくお願いします。ごめんなさい。では続きからやっていこう。で、動画外でですね、ちょっと鼻声で申し訳ない、動画外で見つけた、これだよこれ調べる、なんかね、無駄に素材島行っちゃったね、前回行っちゃった。これだよ。全部できてるよね。OK。緑の石板から強い力を感じる。おお、来た、びっくりした。びっくりした。おお。すごいじゃない、マリカ。なんだか一回り大きくなった気がする。本当？ほほほ、やったな、マリカ。白字だ。前にも話した通り、この石板はかつてビルダーの遺跡、石板の求めに応じ自分で考えたものを作ることでビルダーとして成長することができるのじゃ。そうなんだね。また聞こえてきてる。何？ん？マリカ何か言ったか？ん？主人公には聞こえてない感じかい？誰だ？ビルダーの成長、それは破壊の神たるあなたの成長でもあります。破壊の神だと？俺はそんなんじゃ。ものづくりの力を見て、あなたの中にほとばしる力を感じませんか？どういうことだい？あららららら、シド、大丈夫？え？シドがパワーアップ、素晴らしい力です。その力でビルダーを助け、この地でさらなるものづくりを進めるのです。誰だろう、これ、声、誰だ誰なんだろう、お前は誰なんだ。私はこの世界を作りし者、そしてあなたに最も近しい存在、破壊の神よ、私はあなたの復活を待っています。破壊神だって言ってる割に、多分指導は破壊神なんだろうけど、言ってる割になんか物作れって言ってってるけど、なんか矛盾してない？よくわからんが、体から力が溢れてくるようだ。ますますマリカとして戦いそうだぜ。ドア母、何はともあれ楽しいものではないか。これからもマリカのことを頼んだぞ。ではマリカ、お主を次なるものづくりへと導こう。山頂の神殿まで来るがよい。マリカよ、我が輩たちは、この緑の開拓地をモンゾーラの民が住まうふるさととしたい。そうしましょう。モンゾーラの村よりも、広い土地で自由に畑を作るんです。ひらがなが読みにくい私お料理を作りたいな。モンゾーラに作ってくれた料理、料理部屋よりすごいのが欲しい。あれより広い部屋かい
む。マリカよ、どうしたのじゃ。まさかとは思うが、お主この地にまだまだものを作りたいのか。ではこの石板をもう一度調べるもよい。何作っていいの。あ、増えた。よしよし。みんなで暮らすための部屋が必要だ。ビルダーの書の部屋レシピにあるいくつか。ああ、そういうこと。ハテナがついてる。レストランと高い場所に部屋を作ろう。まあ、また水場とか、作んなきゃいけないのか大変。あ、ここら辺はさ、この草原とか部屋作ってからかな多分。牧場なんか買えるのか。あ、鶏か、連れてきたやつ。あ、畑。とりあえずさ、どうしよう。勝手に物作りたいみたいになってる。あ、やっぱり、あ、セリフ読むの忘れてた普通に読んでた、ごめんなさい。新しいものづくりか、こだわりってやつとは違う新しい何かなんだな。開拓レシピをやってみよう。たくさんの開拓レシピを開いた。空っぽ島の開拓に悩んだら、開拓レシピ、あ、うん、そういうことね。ちょっと待って、レシピさ、あ、待って、話進めないでそれじゃあマリカ、ルール3人で白人のところに行こうぜ。 OK、 ちょっと待って、あれ、待って。あ、じゃあさ、これさ、解放しなきゃいけないのかな、アイテム。そう、かまどとかあるからさ、当分はこれで焚き火とかでいいかもしれないけど、そういうことで。どうしよう、神殿行くか。じゃあとりあえず、なんかね、シド強くなったって言ってたでしょ。シドじゃなくて、私も強くなりたい私も強くなりたい。どこだったっけ、こっちか。とりあえず、あれ、ワープできなかったっけ、神殿。あ、はい、あー、ちょっと待って、撮影ボタンが押してなかった撮影ボタン押してなかった。とりあえずね、今の状況を説明すると、すいません本当に、オッカムルにやってきて、このペロだっけ、これこの子、ペロの島というか、町を、鉱山の町をですね、ちょっと直してほしいと。で、やることは、大体なんか、モンゾーラとほとんど一緒かな？一緒なんですけど、内容がちょっと違うかな。なんか壁がさ、そう、塞がれてて、そこかな、壁塞がれてるって言って。とりあえずペロに話しかけよう。間違えた、ちょっと待って。よし、マリカ、シド、みんなの話を聞いてくれたのね。うまくいかない理由分かったでしょ。ちなみにツルツル頭なのが元鍛冶屋のカルロ、蝶ネクタイをしたのが父アーマ、あ、お父さん、あれ、そこに座ってる青いズボンの人か、パンツの人ですね。鉱山の閉鎖と教団の教え、ここの奴らも教団に洗脳されてるわけだ。島のみんなはそうね。でも私はハーゴンの教えなんかこれっぽっちも信じてないわ。私は、鉱山の復活をさせて、島に
活気を蘇らせたい。そして父の潰れたバーを再建したいのよ。ああ、そうなんだ。え、バーを再建して父親元気にしたいなんて父親思いだ。すごい、うん。別にそういうわけじゃないわ。自分の父親にふぬけ顔でいてほしくない。ああ、いい娘さんや。いい娘さんだよ。素直じゃないんだよね、お父さんに対しては。みんなそう。ねえねえ、ところでマリカ、あなたビルダーならルビーラを作れないかしら。島伝統のハッスルドリンク。ルビーラがあればみんなやる気を出してくれるかも。まずルビーラを作るために酒樽を作って、潰れたバーの目印の場所に置いてみて。お、マジか。お、酒だるかな。うん、やっぱり。これジュース作れるの？ジュースも作れるの？本当にすげえな、ジュース作れるんだ。あ、あったあった。作る。あー、紐必要。取ってこよう。じゃあどこにある？するそこのする取っていい。勝手にダメ。あー、ありがとう指導。サンキューサンキュー。でこれで作れるかな。お、作れる。1個、とりあえず1個。よし。これか。どこ？あ、ここ、オッケー。ここにポンと、オッケー。あら、すごい、酒樽を作ってくれたのね。これでルービラが作れるわ。酒樽にこのツタの実を入れて。あ、ツタの実なんだね。ルービラ作ってちょうだい。お、ありがとう。入れる。料理する。オッケー。これであのお酒が、ハッスルドリンクが作れるのか。早いな、できるの。お、できた。受け取る。お、初めて作った。ルービラを作ってくれたのね。こんなに簡単に作っちゃうなんて、さすがビルダーだわ。それじゃあそのルービラ早速もらっていいかしら。お、オッケー、どうぞ。初めての出来栄え、どうよ。そう、それはルービラ、教団に禁じられた飲み物を作るなんて、あなたは本当にビルダーだったんですね。グオーハーゴン様、破壊神様、ここに異端者が、ビルダーが。ビルダー誰？何？おお、なんだ今の声。まさか本当にハーゴン様が。ビルダー、こっちだ。何？どうした？さっきの声、私にも聞こえたわ。ビルダーを呼んでたみたいね。声がしたのは行動の入り口を、行ってみましょう。ペロは相変わらず勇気があるんだな。俺たちはここで留守番してるぜ。ダメよ、みんなで様子を見に行くの。うわー、そんな怖いとこ、おいらできないぞ。行動は階段を降りたところよ。あなたたちは黙って私ついてきて。いい、かっこいい。ペロかっこいい。どうしたこの男どもは。どうしたの。オッケーオッケー。走り方。走り方よ。よいしょ、視点が狭いな。声がしたのはこの辺りだと思うんだけど。あー、壊せるこれは。何かいる。ギャー、また声がしがあった。やっぱりハーゴン様の怒りの声か。マリカ、声がしたのはこの砂山の中みたい。この砂の山ならあなたのハンマーで掘れるんじゃないかしら。やってみてマリカ。オッケーよ。ちょっと待って。よいしょ。
よいしょ、オッケー。あ、間違える。よいしょよいしょ。ん？ん？なんかいる。あ、ん？ん？うおー、中に魔物がいるぞ、助けてくれペロペロー。めっちゃ叫んでるやん。グググ、ここここ。何かなんだかこの子怯えてるみたい。話を聞いてあげましょう。マジか。よいしょ、視点が、視点変えるか。じゃあよし、話す。マリカ、あの子なんだか可愛いわね。言うことを聞いてあげましょう。可愛いか可愛いか。よし、グゴゴゴゴゴゴ。お前がビルダーか。俺のこと掘り出してくれて感謝する。俺力出ない。俺に銅と銀と金の金をくれ。そしたら俺力戻る。そうなの。なんだお前、面白いやつだな。急に出てきて妙なこと言いやがって。銅と銀と金、あ、見つけなきゃいけないのか。だけど行動が下がってるの。いやでもさ、これハンマーじゃあ新しいのできるってことかな。なんか石っつうか、この鉱石掘れるぐらいの力のハンマー。今のこれじゃ掘れないよね確か。砂とかだったらいいけど、土。だけど行動が下がってるの。なんとかしてあげたいけど今は無理みたい。なんとかしてあげたいって。ペロ、こいつ魔物だぜ。ペロ、お前優しい。俺お前好き。俺一目惚れ。マジか。魔物でもするんだね、一目惚れって。でもこの魔物はいい魔物さんなのかな。下がってる行動、あれか。あー、そこ。俺に任せろ、俺について来い。あー、壊してくれるの。マジか。ちょっと視点変える。行く行く、ありがたい。オッケー。お前たちこの岩の壁壊したいのか。ええ、この岩の壁の向こうに坑道があるの。先に進めたら嬉しいわ。分かった、お前の望むなら俺この壁壊す。マジか。わお、すごい力。お、お前すごい力じゃないか。岩の壁がぶっ壊れたな。すごいね。わはは。どこだ、どこにいる。もう来た。何があったんです。ものすごい音がしましたが。こいつはまさかゴルドン。ゴルドン、こいつはこの島と鉱山の守り神とされてるゴーレムかもしれん。あ、ゴーレムか。鉱石と一緒に消えたはずだが、俺もう力ない。後のことお前たち頼む。もうマジか。あ、座っちゃった。体育座りすんだよな、かわいいな。よし、岩で下がれた坑道への道がこんな形で開けるとはな。鉱山の守り神ゴルドン、本当にいたのも驚きだけど、こんなところに埋まっているなんて。お願いマリカ、指導、坑道の中を調べてきてくれない。あー、けどよ、坑道の中も天井が崩れて土砂で埋まってる。きっとおいそれと進みやしねえぜ、はい、マリカ、私はこんなこともあろうかとこれを用意しておいたの。何？爆弾か。鉱山跡から掘り出した爆弾よ。これで土砂を壊しながら、そういうことか。ハンミャじゃない、ハンマーは使わないのかな。ハマも使うのかな。マシモ、ペロの頼みだ。マリカのお供はお前に任せる。
閉所恐怖症なのにさ、地下に行ってるってすごくない？魔物恐怖症いや、閉所恐怖症の方が怖いと思うけど、どっちもどっちだな。よし、教団には内緒だ。試しに行動進んで、どう？5個手に入れる。マジか。爆弾で壊してさ、鉱石集まる？アイテム化するのかな、わかんねえな。ちょっと待って、なんかある。何これ。ちょ、あー、待って、あー、実か。あ、これなんだね。どっち行く、どっち行く。こっちは何。あ、シード挟まって大丈夫か。あ、繋がってんのか。繋がってて、うわー、ちょっと待ってどうした。フェローに怒られた。オイラはやっぱり一緒に行くぞ。一緒に行ってコートの中案内するぞ。おお、ありがたい。怒られたんだね。わわわわわ。そうなんだ。なんか地形に変化があるのかな、掘りすぎてとか。それにしてもだぞ、思ったより壊れてるぞ。地震のせいというよりこれは魔物のせいかもしれない。昔は鉱石だらけでどこを掘っても溢れるように金が取れたぞ。でも今は、確かに何もないよね。見る限りは何もない。何かおかしいぞ。鉱石なくなったっていうよりただの石になってるみたい。ああ、そういうこと。何、どうした。ちょっと待って、ここ通路塞がってるぞ。上から落ちてきた土砂で埋まったみたいだぞ。土砂を壊して道を作ってほしいぞ。フェロがくれた古びた魔法の玉を。オッケー。どこ。よいしょ、ここ。オッケー、離れて、危ない。わあ、すごいすげえ数びっくりした。ちょっと待って、すげえ数。これ大丈夫。アイテムがすごい気持ちいいな、この回収するやつよいしょ、 OK。 いいぞマリカ、道を作ったけど土砂壊した、壊して作ったからきっと教団も恐れないぞ。おお、怒らないぞ。行動には古びた魔法の玉が多分まだまだ残ってるぞ。見つけたら回収しておくといいぞ。あの勇気。そうそう、行動では地図を階段ごとに切り替えられるぞ。よく地図を見ながら。ん？どういうこと？地図を階段ごと？ああ、そういうことか。へえ。1階地下、例えば今1でしょ、地上でしょ、で次に地下1階的な、地下2階とかなるんだね。そういうことか。ん？キノコ。なんかね、たまに実況すると鉛が出ちゃうなお見苦しいのをお聞かせして申し訳ない。鉛がちょっと出ちゃう無意識なのかな、本当鉛が出ちゃうな。あ、なんかいるな。モグラさん、これ敵？魔物？あ、敵だ。いってそういえば食料何も持ってきてねご飯何も持ってきてね。シード強えな。毛皮だって。キノコ
キノコいっぱいあるな。あ、あった、これ回収しとく。登らないよ。よし、お、なんだ、ぬおー、マリカ、あそこに壊れた柱があると、一緒に来てほしい。柱、待って、よいしょ、これと取れるの。あ、取れた。何、あ、石炭、石炭手に入れたよ。お、なんだその黒いのは、何かに使えそうだな。あ、おお、松明とかじゃないよ、松明作り方違うもんね。石炭何にしたんだろう。とりあえず集めてくる。なんだ、あ、壊れてるの。オッケー、直す直す。よいしょ、これか、とりあえず。木の壁しまう。とりあえずす。ああ、壊しちゃった。よし、なんか壊しちゃったな。なんだ。奥で、あと一個取れ。あ、こっか。よいしょ。OK。ゴー。すごいぞ、マリカ。天井を支えてる柱を直してくれたんだな。うん、どこ行く？助かったぞ、マリカ。なかなかいい柱の直しっぷりだったぞ。本当？この先、きっと鉱石があるぞ。硬い鉱石は木の大きい土で壊せないけど、銅と石炭ならなんとかなりそうだぜ。銅か、石炭も、じゃあ豆に取っていかないと。よいしょ、 OK、 あったあった、これか。銅だ、手に入れた。あ、上から登ってさ、やハンマーやればよかったな。お、なんだそれ、ひょっとしてそれがどうってやつか。あのツルツル頭は5つ取ってこいって言ってたな。あと4つ、あと何個、あと1個、石炭も取りたい。よいしょ、 OK。 カルロに言われたと5つ集まったんだな。じゃあ一刻も早く地上に戻るぞ。え、もっと取りたい。もっと取りたい。貴様、この鉱山で働いてたんだろ、もっと残って鉱石を掘れよ。そんなんじゃまだペルって女に怒られるぜ。分かった、オイラはもう少し鉱石掘るぞ。二人は戻ってカルロに知らせるんだ。いっぱい、その前に、その前に取らせてくれ。鉱石を、宝石取らせて。よいしょ、気持ちいいな、この一気に取る感じ。よいしょ、いて、硬った、硬いのあった、いて、で石炭も取れてきたからな。よいしょ、めっちゃ頑張ってるな。掘ってる掘ってる。いいよ。いいよ、それ。いいよ、ひょーい。よし、行こう。じゃあ、帰ろう。こっちから来たんだっけ？よいしょー。じゃあ、行こう。帰る、帰る。洞窟ほんとやだな、迷子になるよな。方向音痴なんですよ、ほんと迷子になるよ。あれ確かなんかね、あれでも喋ってたな。
前の動画、ヨンダーの動画出してた時にもなんか喋ってた気がする。すごい方向音痴だって すぐ迷う。地図ないと。地図あっても迷う。お、来た来た、オレンジがタタタタタタタ、それでしょ。オッケー。はい。おお、マリカ、行動進んで、どう集めてきたんだな。どれどれ、その塔を早速、俺に見せてくれ。はい。おお、これはまさにオッカムルの塔。やはり行動に少しは残っていたんだな。あなたたちが行動に行ってる間、ゴルドンに話を聞いといたわ。何でもゴルドンは鉱石があれば力を取り戻せるみたい。あ、本当？そして、力を取り戻せば、ここをゴールドラッシュにが、ああ、そうなんだ。まさかペロ、せっかくの銅をあいつにやっちまうのか。どっちにしても、このままじゃ、あの子がかわいそうだわ。マリカ、ゴルドンに銅をあげましょう。あげるよ。いいよ。また取ってくるよ。おお、それどう？俺、本当は金欲しい。金あれば、ゴールドマンになって、この鉱山に鉱石復活できる。でも、まず銅があれば、俺、カッパーマン。そうすれば、力少し戻る。そうなんだ。頼む、マリカ。その銅をもらっていいか？お、いいよ。全然。使いな、使いな。また掘ってくるから。もうありがとう。じゃあお前その塔俺に勢いよく投げてくれ。よいしょ。お、どうなる？どうなる？ 頭だけだ。頭だけか。うお、すっげえ。ストーンマンがカッパーマンに。頭だけ。頭だけじゃねえか。頭だけどうになって、どうすんだよ。じわるな。何なんだろうな。じわるね。ごごご、俺、恥ずかしい。完全なカッパーマンになるには、どうしても、どう、あと、1000個。うわそんなのどうやったって。いや、まだやんなきゃいけない、これ。やんなきゃいけないか。いいえ、ひょっとしたら、行動にいるマッシボが、どうにかしてくれるかも。うおー、どうした？あ、今、普通にどうしたって言っちゃった。ごめん。ごめんなさい。無意識に言っちゃった。死ぬ思いで行動を調べてきたぞ。でもって大量の銅も掘ってきたぞ。これでどうだ？ 何個？ 3 個！ なんだよ、たったの3個か。おめえ、どうせサボってやがったんだろう。バカを言うんじゃないぞ。人手は足りないし、力を貯めるためにバーもない。どうしたってやる気が出ないんだぞ。やる気だと？仕事だろ？舐めたこと抜かすんじゃない。シード厳しい。シード許してあげて。宝石掘りは暗い怖い筋肉の重労働。何よりやる気が大切なの。うん。だから俺が荒くれどもの根性を叩き直してやるぜ。それもいいけど、私に一つ考えがあるの。銅を集めるとっておきの作戦よ。何？めっちゃ話してるよ、指導。めっちゃ指導話してるけど、大丈夫か？怒られたか？どうしよう。今日はここまでにしようかな、じゃあ。作戦、とっておきの作戦なんだろう。次回のお楽しみにしよっか、じゃあ。あ、寝てる、寝てる。そこで寝るの？無防備だよ。女の子はそこで寝ちゃいけないよ。ダメだよ、ベッド作ってやんないと。違う。ベッド作ってあげよう。ベッド作れない。まだベッド作れなかった。いや、とりあえず終わりにしよう。じゃあここで、ちょうど夜だし。作戦か、何なんだろう。次回もじゃあここからやっていきたいと思います。
ペロがすごい人気者。では、ご視聴ありがとうございます。次回もお楽しみに。バイバーイ。どうも。